M156M156 はメルセデスベンツのチューニング部門である AMG の V 型8気筒エンジンの系列である。2006年メルセデスベンツ E クラスの E63AMG に最初に搭載された。最終的にメルセデスベンツ SL クラスまで搭載され、メルセデスベンツのほとんどの下級型 M113 エンジンは M156 エンジンに置き換えられ、 それに伴い 55AMG 系列は 63AMG 系列となった。M156 は 6208cc の総排気量で336から 386kW の最高出力を発生する。カムシャフトは9排気側ともに位相変化機構が搭載されている。エンジンは一人の技術者により組み立てられ、ヘッドカバーに 技術者のサインが入ったプレートが装着される。2010年 M156 の後継としてツインターボーチャージャーを搭載した M157 が登場した。排気量のダウンサイジングと下級により M156 より効率的なエンジンとなった。2011年7月29日 C63AMG C63AMG ステーションワゴンがマイナーチェンジされたと同時に C63AMG クーペがラインナップに加わったが M157 ではなく引き続き M156 が採用された。M159 メルセデスベンツ SLS AMG は M156 をベースに M159 と呼ばれるエンジンが搭載された。最高出力は4 2 0に増加し、 最大トルクは650ナノメートルに達した。アルミニウムのクランクケース、マグネシウムのインテーク、単造ピストン、ドライサンプ方式が採用された。ありがとうございます。